酒飲んでね、シュラフはどこのドイツだ、シュラフ人狼。イエーイ、やばい、ビールがボタボタこぼれた。え、どうも、ジュタロウです。どうも、ジュタロウです。ピースの角度は30度。どうも、ゆきりのです。そして、カコチンです。カコチンです。うわ、カコチン、カコチン、ロケ代表。今回はなんと、お花見新館をやっております。いや、桜がとっても綺麗。いや、本当に。まあ、ルールを説明します。人狼やるんですけども、役職は4つ。飲み沢にいる先輩、チン、ウォッカ、未成年、警察、覆面警察、この4人が役職です。飲み沢にいるのがジンとウォッカと未成年なんですけども、おかしい飲み会が行われてる。いや、やばいな。間違いなく前アポトキシン4869の取引してるやつで、怖いよ。未成年っていうのが、まあ文字通り未成年で、お酒弱いんですけど、飲み沢にめちゃめちゃ憧れてるかつての俺なんですよ。かつての俺なんだ。はい。ただですよ、そんなやつは飲み沢に入ってはいけません。そこでですね、警察はその飲み沢に紛れた未成年を探して、はい、そこから救出しなければいけません。つまみ出さないといけません。未成年は何とかして飲み沢に入りたいんで、何とか警察の目をかいくぐってテンションを無理やり上げて頑張ってください。はい、はい、イエイイエイイエイ。もちろんジンとウォッカはお酒を飲むし、かつテンションを上げないと自分が未成年だと思われるかもしれない。信じてもらうためには、はい、そうです、引っ張らないといけないってこと。あのジンが未成年と疑われてるのやばない、さすがに。あのジンが一応警察とジンとウォッカはもう タッグです。味方、これ市民サイドです。いわば未成年が一応人狼でいう人狼サイドで、まずは、まあ、酔いをね、回すために、まあ、ちょっと飲みつつみたいな感じのターンを、まあ、15分間。その後にピリリリリリってなったら、警察官が「警察だ!」って言って急に態度を表現して、あと警察はですね、1人1分ビデオ通話ができます。その時に顔が赤くなってたら結構やばいんですけど、確かに、まあ、そこで、まあ、何とかして警察の目をそこで未成年の人は欺いていくと、はい、まあ警察の判断のもと、まあ、みんなで最後決めると、決めてシラフを当てれたら、ジン・ウォッカ警察サイドの勝利で、未成年がもし当てられなかったら未成年の勝利ですね。というわけでやっていきましょう。めくってパスボーミズレモンスカッシュ。はい、じゃあ皆さん、約束届きました。届きましたよ、はい、届きました、届きました。はい、早速だ、飲み会やってっから。イエーイ。今日はブラックレイブンズテニスクラブの飲み会だ。中立だ。いくぞ。それでは皆さん、お手本は一尺。はい、よーおっしゃしゃー。わー、来た来た、グビグビ来たでほら。うわ、ちょっとこぼれる。よいしょ、え、開いた。乾杯、乾杯して。あ、やばいやばい、こぼれるこぼれる、危ねえ、危ねえ、危ねえ。乾杯。やばい、おい、やばい、雪にね、みんな、やばい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 。あ、名前ジンです、よろしくお願いします。イエーイ。ジン、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺もジンなんだけど。え、は？は？え、俺もジンなんだけど。でも俺だ、一応名前ジンだけど、ウォッカが好き。あー、酒はウォッカが好き。私もウォッカです、よろしくお願いします。ジンです。じゃあ俺もボッカ開けるわ、今から。うん、ボッカ開けます。開けるお前ら、どん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 開けていけよ、本当に。じゃあ、え、過去も。お、今のゲップ、コーラのゲップじゃねえか、こいつ。え、ちげえし。今のゲップ、怪しい。今の、おい、こいつ、こいつ、どんだけ、どんだけ陽気陽気言っといて、お前、こいつ全然飲んでねえか。お、もう2巻目、2巻目開けたぜ。おい、お前、ごめん、お前ら、お前、両手に登ってるぜ。お前、お前、人カクテルがもうすぐなくなるよ、こっちは。ほんまに。私なんかね、ちゃんとビーフジャーキー用意してんだからね。意識高い。あ、いいね。いいでしょ。ジャーキービーフジャーキー。ちょ、くれよ、ビーフジャーキー。ちゃんとおつまみ用意してるから。くれよ、これ。お前、ビーフジャーキーじゃなくて、これ、お前。スコーンブやんけ、お前、これ。スコーンブ持ってきてるよ、お前。お前、塩分確かに。お前、塩分確かに、お前。お前、ばあちゃんみたいな進化しやがってよ、お前。さっき見せねえか、お前。お前、おばあちゃんっ子だろ。おばあちゃんっ子はいいじゃないですか。おばあちゃんっ子みたいなぬるいやつはいらねえんだよ、このブラックレイズ。お前、ブラックレイズにいらねえよ。のみさん、おばあちゃん好きだったらいけないんだ。ダメダメダメ、全然行こう。いや、ちょっと場所変えするか。
あ、じゃ場所場所場所桜ちょっと散ってきた。そうそうそう、桜全部散ってきた。どこ行こう、富士山河口ぐらい行くか。富士山飛ぶぞ、せーの、ドゥーン。あー寒い寒い寒い氷点下だぜ、ここ。いや、ちょっともう一回乾杯しよう、乾杯乾杯しようか。お2回目やったらね、もっと乾杯行こう、お前乾杯やってろよ。はい、じゃあ行こう、乾杯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 。警察どこだよ、警察。はーい。はーい。いや、てか、そんな覆面警察いねえだろ。お前誰だ、未成年は。どこだ。お前、そもそも本当に警察なのか。お前、ちょっと警察手帳見せろ。怪しいな、お前。お前、警察。そもそも俺がさらにその上の警察だ。子供の懐が目に見えぬか。見えねえよ。見えねえよ、お前。全然見えねえよ、お前。見えねえよ、お前。お前、東京で俺ら大阪なんだよ。私は警察なんで、ちょっと一人ずつ、はい、通話します。よー、はい、もしもし。もしもし。あら、顔をよく見せなさい。なんだかよく見ろよ、こらよ。俺はこういう顔してんだろ。お前、お酒飲んだのか。俺は飲んだよ、いっぱいね。久々にこんな飲んで、もうなんか胸いっぱいだわ。泣きそうだ。今日は何飲んだんだ。今日は久々に、今日は今ジンとビールと、実はコーラもちょこっと飲みました。よし、わかった。いいだろう。気持ち悪い。うるせえ。お前は酒を飲んでいるのか。飲んだ。かわいいぞ。はい、何を飲みました。氷結を飲みました。氷結。氷結の何味だ。はちみつレモンです。そんなのがあるのか。美味しいのか、それは。美味しかったです。よかったね。じゃあ他のものを当たる。はい、じゃあな。かわよ。私は聞きたいことがあるんだ。お前は酒飲んだか。めちゃくちゃ飲みました、本当に。お前、どんだけ私がジンに対してロックな思いで持ってたと思うんだよ。ロックンロール。I am a rock and roll player ということで、because of rock and roll。 なんすか、怪しいな。怪しくないわ。ちゃんと目を見せなさい。赤くなってるか。怪しいな。肌アピールしなくていいんだよ。お前はじゃあ何を飲んだんだ。私は缶チューハイ3本とジンを飲んだ。そんなに飲む時間あったか。めちゃくちゃ飲んだ、正直。お前知らないのか。お前、俺とご飯行った時に俺ご飯食うのむちゃくちゃ早いだろ。おー、だからお前結構飲んじゃって。お前結構で、俺もう一個だけちょっと弁明させてほしいのは、俺顔に出ない人ね。お前の脳みそロックンロール。はい、オッケーです。さよなら。おおい、俺って怪しい。過去で怪しいな。いやいや、お前ちょっと怪しいですよ。花かこ怪しいぞ、本当に。花かこって何。花弁怪しいぞ。当たり前だろ、お前。そういうに決まってた。全員そういう。全員絞り切れてねえ。お前、花をかかるに花を。花を普通に飲んでたように見えたら、正直。ジンさんの顔変わってないんだよな。いや、タコはもう顔に出ないタイプなんで。ちなみに俺も顔に出ないタイプね。マジな話。マジな話、鼻を言ってあげてよ、お前。いや、でもお前、電源が飲んだら目いくけどな、もうちょっと。
いやでもお前目いってたろお前。ジェニアさんそんなロックでジンめっちゃ行くわけないですもんね。何飲んだんだよ、カゴチン。カゴは氷結のストロングと普通のやつを一本ずつ飲みました。なんかさベロがベロがよく回るな。それぞれ1本としか聞いてないな。おいおい雪警察どうなんだ巡査部長。おいおい、あじゃあなんとか言えよ。そろそろ決めていいのか。私が思う未成年はおカコチンだ。誰だ誰だ誰って誰ってカコチンだ。えカコチン誰って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 大事なところで聞こえなくなるっていう怪奇現象起こってるんだが。誰でいいのカコチンだ。なんでカコだけしたくなるの。なんでな、意味わからんやマジで。あじゃあもうみんなで一斉のでジャッジするか。はい、ジャッジしよう。じゃあいきます。はい、一斉のでデンガンさん。カコチンカコチン。デンガン、デンガン1票、カコチン3票ね。はい、じゃあカコチン。はい、お前。はい、さては未成年か。違いまーす。ちゃんとお酒飲みました。嘘でしょ。嘘。え、嘘でしょ。酔ってますよ今。弱なりすぎばろった。はい、全然酔ってもわからんかった。私あ、聞こえる。私が未成年だ。お前私、コーラ缶一本しか飲んでおりませんよ。マジかよ。マジかよ、それはマジか。お前ボエ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 言いやがってたのに、あれ全部嘘か。全部嘘でございます貴様ら。お前お前たちはバカか本当に。このお前たち、お前はやっぱり規則を伝物なんだ。悔しい。もう鼻緒の顔やばい。鼻緒目取ろうとしてる。ね、めっちゃ眠そう。僕これだけ。俺でもちょっとヒント与えようと思って。うん、俺めっちゃ顔近づけたよ。これめっちゃ顔近づけた。でも全然赤くなって。これめっちゃ顔近づけて、これでもわかるか俺をみたいな感じだったけど、はっ、その程度かってなった。ダメだった。私はもうこんな企画二度とやりたくありません。はいはいはい。